特産号は、高知県自動車工業、後特産自動車工業が、1948年から1975年頃まで、限定的に製造していた特大型の三輪トラックで、ある。1953年までは、土佐号と称していた。大型四輪トラックのシャーシ改造によって製作され、輸送力の大きさと、産地の強愛路でも小回りの利く三輪トラックの、 特性を兼ね備えていたことから、特に四国を中心とした西日本地域の林業輸送用として用いられた。地方の小メーカーが改造車として限定生産していたという事情から詳細な資料はほとんど残されていない。2015年現在、広島県の福山自動車時計博物館に保存車1台がある。他に1992年時点では、 古くからのユーザーや熱心な愛好家に保有されてのごくわずかな残存例が確認されていた。林業において山奥から材木を搬出する手段としては、古くは牛などの蓄力による敬意や傾斜を利用した滑落、イカダを組んでの川流しなどが利用されていた。明治時代後期以降はより効率に優れる森林鉄道も敷設されるようになったが、 昭和時代に入ると自動車が普及し、これを活用しての林業輸送が試みられるようになる。しかし、休憩車の続く山岳地帯の強硬な林道は、自動車での走行に困難をきたすほど屈曲していることが多く、十分な道路整備もままならない。昭和時代前期から中期にかけては、木材輸送にトラックを活用できる領域は限られていた。 太平洋戦争以前から日本では小回りの菊、オート三輪トラックが普及しつつあったが、それらは免許や税制面で有利な排気量 750cc 以下の小型車ばかりであった。終戦後になると戦前以来の大手オート三輪メーカーに加えて航空機メーカーを中心とした新規参入メーカーが出現したことで、 メーカー環境層が激しくなったが、終戦直後の時点では、オート三輪のサイズは 750kg から1トン、積み、排気量も 750cc から 1000cc 未満に限られており、大型化の傾向はあったものの、1950年代前半のような大型化競争はまだ本格化していなかった。この時点で長い材木を積めるほど大きな荷台を持つオート三輪は、 一般メーカーの製品には出現していなかったのである。一方、戦後の林業界は、戦時中の乱抜や、人手不足による手入れの不備で山が荒れる事態に、直面してはいたが、国内材への需要自体は引き続き存在しており、切り出した木材を山から効率よく輸送する手段が求められていた。山がちな地形と温暖な気候とによって林業が盛んな四国地方でも、 木材輸送の量産が求められていたのは他の地域と同じであった。当時の日本ではすでに大型トラックの国内量産体制が戦時中の軍用車量産需要によって確立されており、ジーゼル自動車工業やトヨタ、日産といった大手自動車メーカーが4トンから5トン積みの大型四輪トラックを量産するようになっていた。だが、大型四輪トラックは パワーや輸送力には富むものの、極端な共愛路では、小回りが効きにくく、通過が困難という問題を抱えていた。高知県自動車工業株式会社は、太平洋戦争以前から、高知市、本町筋に所在した自動車修理会社で、修理工場としては、高知県でも、当時最大手であったが、1945年の終戦後、タイヤの闇取引に関わったのが原因で、 巨額の負債を負い、倒産しかけていた。この会社の救済に乗り出したのが、1908年、高知県出身の山本直行である。山本は、戦前に、満州に渡り、現地の警察勤務からく鉄を扱う商社に転じさらに現地で大日本帝国陸軍の王将を受けて、主官となるも、終戦で、ソ連軍の捕虜となって、 現地抑留されるという波乱の経歴の持ち主であった。1947年3月にようやく解放されて帰国、競技の高知に戻った彼に高知事項の再建の依頼がかかったのであった。山本は高知事項の社長に就任し、1915年生まれで、やはり高知県人の技術者、山崎虎一を専務として迎え入れる。 山崎は1937年からトヨタ自動車に勤務して自動車ボディ設計などを手掛けた経験の持ち主であったが終戦後の混乱で経営不安定になっていたトヨタを1946年に退社やはり距離の高知に戻っていた折しも高知県は戦争末期の高知空襲による被災に加え1946年12月に発生した 昭和南海地震が原因の津波と地盤沈下による浸水で甚大な被害を受け、県経済は危機的状況であった。山本と山崎らは、かろうじて残った自動車のスクラップをかき集め、再生修理することから始めなければならなかった。このような過酷な状況から、大型四輪トラックのシャーシをもとに、構造の簡略な大型三輪トラックを、 作り出せないかという着想が浮上した模様である。設計はこの時から、後年の特産号最終期まで一貫して山崎が担当したという。高知事項がスクラップの寄せ集めのような最初の自作三輪トラックを完成させたのは、1948年1月25日で、社名は地元の旧国名にちなんで、土佐号と名付けられた。高知事項が、 最初のトサ号のベースにした車種は定かではなく、搭載したエンジンも中古ガソリンエンジンであることしかわからないが、わずか一枚だけ残された側面写真を見るに、後輪をダブルタイヤとした四輪、トラック車種の改造であることは明らかである。車種先端に旧型オート3輪などと類似したボトムリンク支持の全一輪を接合し、ボンネットを失ったことで置き場所をなくしたエンジンは、 プロペラシャフト周りを加工することで、運転台位置まで後退させた。さらにこの最初のトサ号は、木炭自動車で、運転台所主席側側面に、ガス発生炉を取り付けていた。一般のオート三輪のハンドルは1940年代、後期、まだ直接走行のバーハンドルであったが、初期のトサ号もやはり、バーハンドルであった。荷重は2から4トンと称されていたが、まだこの当時は、 大手メーカーの製品のように根拠ある精密な計算で許容荷重を測定していたわけではなくベースとなるシャーシのクラスで適当に決めていたようである。それにしても一般のオート3輪のほとんどが1 0 0 0 c c 級以下の単気筒二気筒の自然空冷エンジンを搭載し高潮7 5 0ラムから1トン積みであった時代に 3000cc 超クラスの四気筒内視六。 気筒水冷エンジンを積んで作られたのであるから、凄まじい規格外と言うべき三輪トラックであった。高知事項は、この改造車としての、トサ号を1951年までに20台ほど製作したという。エンジンは、フォード、シボレー、トヨタなど、3000cc 以上のガソリンエンジンで手に入る適当な、中古をオーバーホールして搭載し、シャーシも、また中古品の改造に終始した。 興味深いことに、同じく高知に所在した野村工業と寺石自動車工業所も、高知事項を真似た改造大型三輪トラックを作るようになり、しかもその後発2社の製品もやはり、土佐号の名で販売されたという。日刊自動車新聞四国版の1953年1月1日号によれば、高知事項、野村工業、寺石自動車の3社は、 改造三輪車トサ号制作組合なる団体を結成しており、並行して、それぞれが大型三輪トラックの改造制作を行い、いずれもトサ号の名で販売していた。後年から見ると農産物の地域ブランドのごとき、生産、販売が行われていたのである。販路の拡大を見込み、地元の後発二社と差をつけることをも狙った、高知事項は、 1952年前期に早くも、トサ号の丸ハンドルモデルの開発に成功する。大型三輪トラックの操縦性改善に大いに寄与するもので、小型オート三輪の丸ハンドル本格導入の最初とされる愛知機械工業ジャイアントと同年での快挙であった。ただし、シャーシベースが四輪のボンネットトラックであるため、右側丸ハンドルの三輪車仕様とすると、 大きな直列エンジンの搭載スペース確保が困難であり、やむなくキャビン内中央にエンジンを置いて大きなカバーで覆った。このためこれほどの大型車でありながら、キャビンの定員は運転席と助手席の荷座になっていた。このエンジンスペースは土佐号とく3号の歴史を通じて最後まで変わらなかった。したがって騒音、熱の車室内侵入が凄まじかったという。 この頃、土佐号は地元で自然発生的に特産と呼ばれるようになっていた。もともとは改造者であるが、ゆえの特殊見和車という呼び方が省略されたものであったようだが、高知事項はこの名前を取り込みにかかった。前述の土佐号制作組合について報じた1953年1月の日刊自動車新聞では、高知事項が同組合を脱退し、 独自開発の新型車、特産号、加型を運輸省に正式完成車種として申請していることが報じられている。当時、地元の高知県陸運事務所は、高知県の新たな産業として期待できる特産号の完成車種登録申請に非常に協力的で、事務所長は、四国全域を管轄する高松陸運局や東京の運輸省本省にまで、 認可の運動をしてくれたという。これによって高松運輸局が特産号の保安検査を実施し、1953年2月9日の日韓自動車新聞は特産号、かがたが高松運輸局により四国内での使用を許可されたと報じている。その絶大な輸送力に感銘を受けた四国東該の林業関係者からも引き合いがかかるようになり、 高知県陸運事務所や高松海有局の後押しもあって1953年中期以降は四国以外の地域でも販売、登録が可能となった。このため四国と隣接した中国地方や九州方面にも特産号を使用する例が生じたという。香が特産号は土佐号時代の改造車社前としたフロント形状を脱し,し、ドア付きのクローズドキャビン。 フロントのボトムリンクサスペンションを覆うボンネット状のスマートなカバーを持ち、その先端にヘッドライトを備える大手メーカーの小型オート3輪にも劣らぬ堂々たるスタイルを備えていた。高床2トン積み、全長4.9メートル、全幅1.86メートル、ホイールベース3.2メートルという巨体である。続いて、同年4月にはロングサイズモデルのキロバイト型も登場。こちらは、 ホイールベースを3.55メートル、全長5.48メートルに延長して、積載力を強化した。さらにキロバイト型は6月にフロントブレーキを追加される改良を受けたが、これはオート三輪でも極めて早いフロントブレーキ、採用例である。この年、高知事項は特産号を月産重大ペースで生産した。相変わらず中古車改造車足ベースとはいえ、 地方の町工場レベルの企業による特殊車種の生産としては大いに成功していたと言える。特産号は勢いに乗り、1954年に二等ヘッドライトとダミーグリルを持つ TB 型にモデルチェンジする。トヨタ製5トン積みトラックの中古車足流用による三輪型車足の改造政策というパターンが定着し、高知事項ではベースとなるトヨタトラックの中古車足調達に奔走した。 トヨタ BM、BX、FA などが主たる改造元となった。エンジンもトサ号以来のやり方で中古品をオーバーホールして搭載、プロペラシャフトの長さを調整して、長尻を合わせるのが上等手段であった。トヨタが戦前のシボレーエンジンをコピー、規格をインチからメトリックに変更して、戦時中から戦後も長くトラック用に生産した B 型が、 主に搭載され、中古エンジンの仕入れが間に合わなかった際には、トヨタ製の新品を購入したこともあったという。他にこれと、同等クラスの日産180型系列、さらには、イスズ DA 型ディーゼルエンジンや三菱のジープ用4、気筒など、エンジン供給事情に合わせて様々な中古エンジンが、上達された。ステアリングは、トヨタ用、ダッシュボードの経営機類は、 トヨタ用とイスズ用が混用されたという。T シリーズは細かいマイナーチェンジが幾度か行われ、詳細ははっきりしない点も多いが、1956年の TF 型ではヘッドライト周りのラインがそのまま、ドアにまでつながる流麗なキャラクターラインが備わり、以後は末期まで踏襲された。ダンプカーバージョンの TN 型も1957年に開発。 ダンプ二大構造の強度計算は専門メーカーの新名和工業に委託したが、高知事業自社での応転試験で応転限界が低いことから、設計を担当した山崎虎一は、リアトレット拡大改造やバッテリー搭載位置の低下改造など苦労を重ね、ようやく目標の限界値をクリアしたという。折しも戦後は小型自動車の排気量制限が従前より、 ゆとりのある 1500cc に拡大されたこと、また、オート3輪については、通常の4輪車と異なり、1951年から1955年まで、車体幅や、車体長について一時制約が外されていたことから、競争激化の過程で、ユーザーの要求に応えた巨大化、長大化が進み、ついに巨大化の極地となった1954年時点では、幅1.9メートル級、 全長6メートル弱、二台13尺という、サイズだけなら、上位クラスの4輪トラックを上回るような、1.5トンから2トン積みの、オート3輪まで出現した。これらは、サイズだけなら、特産オートほとんど遜色ない。だが、大手メーカー製の大型ボディ付けオート3輪は、たとえ二台が大きくともエンジンは、小型車枠に縛られて小さかった。 当時のユーザーはとにかく動きさえすれば、化石債を躊躇しなかったが、産地の急勾配での国士では、性能面で厳しいものがあった。これに対し、もともと大排気量、大トルクのエンジンを搭載しており、後輪もダブルタイヤで2.5トンから4トン積みと、積載力の高い特産号は、産地での林業輸送に好適だった。小型オート三輪メーカーの2トン積み車でも4トン、5トン、 化石祭していた時代、特産号は10トンの化石祭でも平然と動く、本物のお化け三輪であった。1957年以降、小型オート三輪が四輪トラックの急速な普及で、体調期に入ってからも、地元高知の林業関係者からの高い需要に支えられて、特産号は継続して売れた。高知県自動車工業は1960の61年頃には、 従業員68名を要するに至った。山本直幸社長は、1966年には、高知市郊外の朝倉に新工場を建て、高知事項の社名を、特産自動車工業株式会社と解消した。この時期になっても、林業向けの特産号需要は続いており、山本もその需要に確信を持っていた模様である。だが、後年は、 山間部まで道路整備が進んだことや日本国内の林業そのものが輸入材に押される形で衰退したことからこのような特殊車両が必要とされるケースも減っていった。1970年頃には需要が急速に減退し特産自動車は自動車や重機の整備に営業の重点を移すようになった。最後の特産号が製造されたのは百七十五年でこれは 戦後の大手王と三輪メーカーであった、ダイハツ工業、東洋工業の小型車枠王と三輪、生産終了よりも遅かった。1992年のインタビューで、山本は1948年の都佐号1号車から1975年の特産号最終車までの累計生産台数について、仙台程度と、語っている。ただし、その中には一度販売したものを下取りし、 再生して再度販売したものがダブルカウントされているとも語っており、正確な生産台数は不明である。オールドタイマーシーナンバー 7P100 山本の証言による。自動車でのこのようなブランドの取り扱いは20世紀末期に至っても中国のオートバイやオートサンンに実例が見られた。ジャイアントはコンパクトな水冷水平対抗エンジンをシート下に収納する。 進歩的かつスマートなレイアウトにより、3人が、怪我可能なキャビンを実現していた。道畑寺夜村、特産号物語1992年当時、存命であった山本直行と山崎寅ライチへのインタビューにより、特産号を紹介した、数少ない事例。当時残存していた、DFK、特産号複数が紹介されている。ありがとうございます。